どうもこんにちは。魅力ある DIY です。いつもご視聴ありがとうございます。 6BL7GTA の前段作動超 PG 接続プシプルアンプの設計と製作の後半をお届けします。前半良いところで区切ってしまい申し訳ございません。今回後半の続きですので前半の部分は省略します。説明欄にリンク入れますので合わせてご覧ください。前半には回路図など詳細があります。では早速進めていきます。いきなりですが 6BL7GTA 超 PG 接続による前段作動式プシプル真空管アンプの所得性プレート損失は1本 9.2W の時のデータです。周波数特性 10Hz から81kHz -1dB最大出力型チャンネル 5W 1kHz 5% 歪みダンピングファクター 3.1 入力感度 1.46V 時に 5W 入力インピーダンス 4kΩ 消費電力約 105W 参入ノイズ 0.06mV 重量約 10kg が主な性能です。無音時のハムなど何も聞こえません。周波数特性表です。ややかまぼこ特性に見えますが周波数をご覧ください。-3dB では 6Hz から 100kHz です。驚き桃の木なんとやらですね。ほぼほぼフラットと言っても良いと思います。これでも広域を少しカットしているのがすごいです。OPT 出力トランスの ZP は 10kΩ 本来4オームの端子に8オームのスピーカーを接続して使えます。次、歪み率特性表です。出力トランスの ZP が合致したようです。 100Hz、1kHz、10kHz の3本の線が見事なまでにピタリと重なりました。こういうのを見れると嬉しくなってしまいます。とても満足な性能。約 2W の時に 1% の歪み。普段使いそうな 0.3W では 0.2% を切りました。 6BL7GT 作動プシプルアンプ、どのような音を聞かせてくれるのか皆様と一緒に確認してみましょう。1番減音、2番スピーカー負荷によるライン録音、3番平面スピーカー空気録音。交互に鳴らしていきます。どうぞお聞きください。
いかないことや不甲斐ない思いが押し寄せて辛くて落ち込んでいる君、元気を出してまた旅に出よう、澄んだ空と君の旅、好きな雪を着飾る山を並んで見渡す。うまくいかないことや不甲斐ない思いが押し寄せて辛くて落ち込んでいる君、元気を出してまた旅に出よう、澄んだ空と君の旅、好きな雪を飾る山を並んで見渡す。うまくいかないことや不甲斐ない思いが押し寄せて辛くて落ち込んでいる君、元気を出してまた旅に出よう、澄んだ空と君の旅、飾る山を並んで見渡す。いかがだったでしょうか。まずまずの音で鳴っていましたね。多くは語りませんが、鮮度が抜群という感じでした。感動されたり、多少なり参考になった場合は、グッドボタンをぜひこのタイミングでお願いします。この真空管アンプは高電圧の電源を扱うので、感電事故などないよう十分にご注意ください。まだまだいろいろな真空管アンプ、半導体アンプ、自作スピーカーなども製作していきます。今後も見逃したくないなぁという方は、今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもお願いします。ここで紹介した回路図など保証ができません。ご利用される場合、参考にされる場合などは自己責任でお願いいたします。ではでは、今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。次回もまたお会いしましょう。